え、魔法って英語でなんて言うんですか？マジック。マジック。お、かっこいい。なに、なに、なに今の。もう一回やってもらっていいですか？マジック？マジック。おぉ。え、すげえ。待って待って。やってみてください、カギツさんも。マジック。おぉ。カタカナだ。ヒューマンが一番ひどい。そんな。え、魔王様かっこよかったんやけど今。まあ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 、魔王だからよ。あ、ちなみに魔王は英語でなんて言うんですか？あ、一応、ディーモンロードっていう風に訳。ディーモンロード。うん、そう。ディーモンは？デーモンロードみたいな。あ、デーモンロード、あ、デーモンだ。そうですそうです。デーモンだ。デーモン。そうですそうです。ナイスデーモン。ナイスデーモン。韓国語だと？なんかあるんですかね。あ、魔王。韓国語だと、魔王です。魔王。はい、魔王。魔王、魔王、なんか似とるな。そう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 。あ、結構あれっすよね、日本語と韓国語似てるの多いっすよね、ちょくちょく。文法とかも結構似てるみたいで。そうっすよね。うわ、知識増えた。増えた。忍者、え、忍者は忍者っすか？まあ、忍者は日本のままですね。スプーン、え、スプーンとかさ、スプーンなんですよね。はい。え、スプーンはスプーンさ。はい、そうです、ね、スプーンはスプーンっすね。でも日本でもスプーンっすよ。まあ、うん、サジとかですよね。あ、サジ、サジが、はい、はい、あ、スプーン、はい、そうですよね。あ、え、あ、え、スプーンって英語じゃない？英語ですね、はい。あ、英語？あれ？ちょっと今頭バグってるっす。でも日本語でサジって言うじゃないですか。あ、え、サジって言うんだ。あれ？僕サジとか言ったことないっすよ、ちょっと。え、スプーンとしか言わんくない。まあ、そうですね。あ、サジだ、サジだ。サジです。そうなんだ。そうです。大さじ小さじとかあるもんな。そうです、まあまあそれです。わーお、デリシャスジャパニー。わーお、わーお、わーお、わあ。そうですね、日本語は外来語から結構カタカナ。そうなんすよ、フォークとかもね。そうですね、フォークはフォーク、確かにあるんですかね。フォークはフォークだ。そう、フォークはフォークっすよね。フォークはフォークだと思います。よかったよかった。え、なんでスプーンは他の名前があるのにフォークはフォークしかないかな、はい、昔の人は使わなかったんじゃないですかね。フォーク最近できたから。お箸とか使ってたんじゃないですか。え、お箸は、お箸何？あ、チョップスティックスですね。チョップスティック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 。おお、明日には忘れてそう。